この動画をご覧になっているあなたヒルトン小田原行ったことありますか達犬氏相原と申しますこの動画は小田原や不動産の難しい事柄事象などを噛み砕いて解説します今回はスパウザ小田原ヒルトン小田原あなたは行ったことがありますか について解説します今言った2つの単語スパウザー小田原とて聞いたら懐かしいなーっていう人も結構いらっしゃるかもしれませんただ小田原市外の方に関してはヒルトンヒルトン小田原え小田原ってヒルトングループのホテルがあるの といいうう方も事実いらっしゃる思んぜひね検索をかけていただいて、まあ、下の概要欄にねヒルトン小田原さん公式ページのタグも貼っとこうと思うんですけど実は小田原というこの町ヒルトングループがホテルがございますヒルトン小田原という場所場所はどこですかと言われれば小田原駅を中心に見て西側いわゆる熱海方面側に2駅動きます。早川根深 この根府川という駅の近くにできているのがこのヒルトン小田原という場所ですね。いわゆるヒルトングループホテルで、ね、世界各国にありますけど、日本で唯一のスーパーリゾートに特 化したヒルルルトングループのホテルという形です、ね、まあ小田原市民の方ですとね何か結婚式イベントだったりなんてね顔を出してっていう方も結構いらっしゃるとは思うんですね私もね実際あの下のランチバイキング行ってねカニ食べに行ったこともありますけどね、まあ、そういう場所のイメージ、まあ、市民の方は大体1回ぐらい行かれたことがあるかなとは思うんですけどね一番最後にちょっと話をしますけどなかなかこれに関してですねいろいろな話がまたツイッター界隈含めてね飛び交っております。 まあそういう部分に関しても今回取り上げた、まあ、ぜひ僕もヒルトン小田原さん頑張ってほしいなという気持ちもあってです、ねまあ、この動画のきっかけでまた足運びしてもらえばなということの、まあ、そういう部分の力添えもちょっとはできればなということであります。さあじゃあこのヒルトン小田原なぜあそこのヒルトン自体があそこにホテルを持つような形になったのかということになるとです、ね、経緯を説明しなければいけない部分があります。で一番最初のの部分この えー、ヒルトンさんができた。この建物の部分の歴史を言っていくとですね。避けられない話というのが一つあります。で、これはその前にこの動画、小田原ではみかんなんて買うもんじゃない。その状況が変わってきたという動画、私は上げてます。これぜひ見てください。いやいや、相原さん。ヒルトンの話しようとしてるんですよね。そんな小田原のみかんがどこの話がもうその関係ないじゃないですか？そんな話ってと思うでしょ。 これがね、そういうわけではないんですよ。非常に噛み砕いて、ざっくり話しますよ。もう枝葉言うと、話が非常に伸びますので、できるだけざっくり話をします。昔、もう、これは30年以上前、僕が小学校時代の時にですね。日米オレンジ協定というのがありました。まあ、こういうと、これ、日米牛肉協定というものもあるんですけどね。これ、何かというと。 アメリカ産のオレンジを入れる時に貿易自由化要は日本の市場にアメリカ産のオレンジを入れてくださいよ日本も買いますよというそういう協定をしてたなぜかというと昔は関税ね関税関税高校とか関税学院じゃないからね関税税金がかかったところをそれ低くして要するに日本でねオレンジ食べてもらえるよ安くねって形牛肉もアメリカの牛肉食べてねって形のルールになったとそういう形があったわけです。 で要するにアメリカみかん日本人食べましょうよってことでそういう形で貿易で決めたわけですそうするともともと日本でオレンジみかん作ってた人たちいますね小田原の人もかもうこと気分が悪いわけですねちょっとちょっとちょっと,ょっと日本のみかんだってなかなか今食ってくれねえのに何じゃそりゃと我々みかん農家を潰す気かっていやいやーっと怒ったわけですねそういう状況を踏まえ当然小田原もみかん農家があるわけですから 分かりましたじゃあそれに対して何か補償しましょうということの一環でみかん山だった場所自体に対してそこの土地を買いましょうねみかんじゃあ作って減っちゃうなら分かりましたそのみかんの土地買いましょう買ってじゃあ私がね観光地にしますそこね温泉とかパッと出てね小田原温泉ない大丈夫です温泉もう,あもう掘って出しますから温泉ね。 しかも小田原その当時で言えばですねなかなか駅前にホテルがない小田原ってホテルないでしょう駅前みんな箱根行っちゃうでしょうもし小田原にちゃんとしたホテルができればみんな小田原の観光客が外泊まるからそこで観光客でいっぱい泊まりますよということでで、ね、計画が始まったのこのスーパー・ウザ・小田原というシチュエーションですね。 バーデカンっていうですねまあいわゆる水着着ないと入れないお風呂ですけどねそういうお風呂もまあ当然水着着なくても入れるお風呂もありますけどそういうバーデカンお風呂も観てそしてでかーいホテルが立ち上がってまあコテージみたいなものもある、まあ、周辺にはねいろんな商業あの遊べる施設みたいなものも作る形でですねでかいホテルがあそこに立ったわけですそれがスーパーウザ小田原というシチュエーションですねでちょっと今日は資料を見ながらいきますけどこの オレンジの輸入自由化ですね。さっきのオレンジ協定というシチュエーションがまあ動いたのがやっぱり昭和63年ぐらいですね。で、いろいろ物もの今みたいな動きがずっとありながら完成したのが平成9年の10月です。そして平成10年から営業をスパウザ小田原としてまあよドーンってスタートしたわけですね。だけどやっぱり平成10年以降まあ到底まあこの もともと始まったそのオレンジ協定が昭和63年ちょうどバブルの頃ですからねで先ほどみかん農家どうこうっていう打ち合わせ自体もちょうどバブル期の空気感がある中で動いてた実際その後計画が終わった時にはバブルが終わっているっていうシチュエーションになるんですけどなかなか小田原に。 そういう形でホテルで泊まるというシチュエーションもやっぱりなかなかなくなってきた事情がありますまあ、もっと新しい話のことを言っていくとですねやはり当然小田原の中心街の部分に関してもホテルがだんだんでき始めた東横インさんもそうそして天聖もさんもね今駅の横で大きいねホテルやられているツイッターフォローしてくれてありがとうございますね天聖縁さんもう今度天聖縁さんの情報転生園さんね、転生の情報ではねちょっとマシマシで話しますけどまあ、そういう形の部分でこうやって一生懸命駅前でも我慢になったらなかなかやっぱり 先に言いました小田原から西に2つ外れます、やっぱりこの距離感というのが非常に微妙な形になる、まあ、もう1つ言うとです、ね、あのスパウザ小田原さんがあったとこ、まあ、今、現ヒルトンがあったところというところはです、ね、やはり小田原でもないし、箱根でもないし、 伊豆でも熱海でもないという3組のちょうどど真ん中にあるっていうところもやっぱりちょっとついてなかったかなという部分はあるんですね正直言えばねやっぱりそういう部分の中で、まあ、その魅力を、ね、発信するように異動な形、まあ、ランチバイキングなんて実際美味しいから我々なんか言ってね俺全然男だと思うんだけどね、まあ、そういう形もありながらなかなかスパーザがうまくいかなくなっちゃった。 いうわけで、どうなったかというと、これもともとですね。雇用能力開発機構というところ自体が、あのスパウザ小田原っていうのがですね。まあ、やっぱり運営してたわけです。でも、日中もさっちもどうにも部族状態になっちゃったわけで。これを小田原市さん、買ってくんねって話になったわけです。もう、うちらはもう持ちきれないからということで。頼むよ、小田原市さんっていう形で、泣き使れたわけですね。だこれに関してはね、小田原市も結構ね、大変だったと思う。 正直言うとね押し付けられたような感じもあるからねで実際小田原市がこれ買うことになるんです費用的には約8億5,000万円ぐらいだったかなこれでいわゆる小田原市自体がこの部分の建物を全部買いました買った後にヒルトンさん借りてくれないっていうことでですねヒルトンに貸したわけですね ではまあじゃあ、借りようかという形でやって今、運営しているのがヒルトン小田原というシチュエーションになるわけです。実際、小田原市自体が買ったのが平成15年の10月です。 だからよいドーンってきってもう5年間でギブしちゃったんだね、この公用能力開発機構さんおよび労働福祉事業団ってとこね、現独立行政法人、労働者、健康福祉機構っていうのがもうだめだってことになったところで小田原市に売った、売ってね、新しくはここ使ってくれるところないのというところに、ね、ヒルトンさんが手を挙げて、まあ、こう今現状としてやっているという部分ですね。実際、設備的にもきれいだしね、お風呂もきれいだし、まあ、ちょっと嫌な言い方な話ではなく、涌はないんだけどね、そんなに混んでないから、ね っねホスピタリティも悪くないし僕結婚式の営業なんかで手品師時代に何度も営業してたしねだそういう部分に関しては結構広い設備小田原唯一という言い方してもいいと思うんだけどねでですよまあこういう形広藤さんやってて順調になるかと思いきやですねここで大きい山が2つあるわけです。1つはやっぱり東日本大震災 もう一つはこの数年の流行とということになるわけですねそうするとねいきなりね GoTo トラベル全国旅行支援なんて言い方してもなかなかやっぱりそうなるとですね当然観光客というシチュエーションを見た場合でもやっぱり先ほど言いましたやっぱり箱根のホテルねやっぱり伊豆・畑のホテルっていう形になっちゃうと小田原というのが「とえ小田原って泊まる場所あるの?」ってこ,こ,ほんとこうなっちゃうんですね。 そのあ,あ,駅前あたりの安いホテルでしょ東横院さんとか,とか、ねまあ、あとは箱根で有名な天生院さんが小田原の駅前のホテルがあるみたいだから、まあ、こ,んやっぱこうなっちゃうわけですよ。でやっぱりそこで遅れとってるって気持ちね「世界のヒルトン」という名前を言ってもやっぱりちょっとそこら辺がやっぱり遅れているっていう部分があるんですね。 でもう一つはです、ね、今手元の資料これはですね小田原市のオフィシャルな情報だと思うんですよねこの売却に関する経緯に書いてある部分なんですけどじゃあもうヒルトンさんもね賃貸金料払うのあれだからヒルトンさん買ってくださいよって話になったと思うんですよねでもやっぱりヒルトンさん自体に関してもいやいやいやっていうやっぱり理由があるんですこの手元あったこの資料の部分に関してはやっぱり小田原市としては まあどうしてもヒルトンさんに買ってほしいってことでいろいろやっぱりね交渉を続けてでもこの辺もやっぱ涙ぐましいよね頑張ってるなってのは分かる。というのは当然ヒルトンさんもビジネスですからいやいや買ってあげたいのは山々だけどさもう平成の初期でしょこの建てたのが建ったのが。 結構建物がね不具合出てるんですよって話になるわけです。でいざじゃあそこ直してみようかっていういくらぐらい金かかったら綺麗になるのって調べてやっぱね全体でこの今手元ある資料だけ見るとね20億以上お金かかっちゃう。ね買った金額8億ベースで金額見てもらうのはもちろんいいんだけどさちゃんと綺麗に直そうと思ったら20億お金使わなきゃいけない。いやこうそうなるとえいそって買えないよってことになっちゃったわけですよね。 まあ、この手元資料ね手元資料の分野ですと空調衛生設備、まあお風呂だよねお風呂は9億7000万円だから温泉ってねやっぱり設備の費用かかるんですよ。 でこれは今ね動画回ってます箱根のマンションの話渡してますこういう大きいホテルでもそうなんですやっぱり温泉設備ってあの単にお湯を通してるだけじゃなくて硫黄とか温泉成分もパイプ通ってるでしょだからねああいう管管がやっぱり弱りやすいなんて話よく聞かしいですもんね中央監視設備費用に6億2000万円外壁の補修に2億6000万円屋上および屋根ねやっぱ雨漏りなんかもあるしね 2, 千2億2000万円その他で8000万円やっぱ2億5000万円ぐらいまあこの 平成5まあ、今後5年間で平成22年度に調査したところで、ね、ヒルトンさんとおらして調べたところこういう数字が出た平成22年段階ですからそこから約10年経ってる話ですからねそうするとやっぱりなかなかということになるわけですよねじゃあこのヒルトンさんさんこうどうなるかというシチュエーションになるわけですで実はこの調べることに関して権威になったのはこれあくまでもツイッター情報 ツイッター情報ってオフィシャルのように見えてつぶやきですから皆様方の一般のお声なんで何の根拠もない先に言いますよ何の根拠もない形の情報の可能性があるということを踏まえてお伝えをします、まあ、実際そうかもしれないしそうじゃないかもしれない信じるか信じないかはあなた次第というシチュエーションでしょうそうこの「ヒルと小田原」が競売に出ていて2回目も調整がうまくいかなかったということ自体がツイッターに流れております。 これもオフィシャルかオフィシャルじゃないかということは分かりませんけど、まあ、こういう先ほど言った流行り病い東日本大震災というシチュエーションを考えるとまあそうだよねと利用している身からするとやっぱり思ってしまうわけですよね。 そこでね是非 GoTo トラベルいやいや旅行支援小田原の方でまだ行ったことがないという方根府川の駅まで行ったら送迎バスもあるお車じゃないといけないっていうそういう方も結構いらっしゃると思うんですよねでもそういう部分でもちゃんとサポートしてるぜひ是非ね一度また行ったことがないって人。 ね、メイドの土産に一回見に行った方がいいよお風呂入って、まあ、あのお風呂入っておいしいもん食べてゆっくりできるさすがホテルのホスピタリティと思わせる部分そういう部分が十分あの価格でねいやあれ東京の昼間並みに金取ったら怒るよだけどまあ小田原昼ンこのぐらいの価格だったら、まあ、まあ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 そうだよねっていう金額帯になってると思うんですで加えて小田原市外の方観光ということを考えた人ね最近小田原の 海沿い側特に小田原駅から西側早川根府川エリアというこの周辺、まあ、板橋なんかも入れてなんですけどここに観光スポットが今かなりまとままとってきてきいます実際今思い浮くだけでこのスパウザ・小田原自体でお風呂入って、ね、あの辺界隈実はお風呂入るとかなかったからお風呂入ってそしておいしいものランチバイキングをしてということそこ最後にしながらじゃあその前どうするのという話しますね。 国道135号線早川の海沿いのところにですね道の駅のある海港の駅みたいなものもできましたその山側のところに行ったら鎧塚さんのケーキのお店もありますよとなるわけですね観光的な意味合いがある早川漁港もありますよという形です この3点部分をまとめてスパウザでっていう形になれば一日ゆっくり小田原遊べる形になるわけですね。時間にに余裕があればば見に行けばいいわけです。だこの今言った軽くの3箇所ねいわゆるヒルトン小田原さんスパウザさんって言ってたらごめんなさいねヒルトン小田原さん早川漁港さんねそういう道の駅なんかも含めそして鎧塚まあおまけに小田原城なんて形で見ていけばですね十分な観光スポットしかもこれから来月は 小小田田原原は梅の季節ががますす観光地として良くなる月です当然みんな下蘇我蘇我兄弟鎌倉での13人なんかもあって下蘇我という形で小田原の東側に観光を来られる方っていうのは非常に多いとは思いますがちょっと視点変えてなぜかというとスパウザーを、ま、どうしても僕昭和世代なのですなねヒルトン小田原の部に関しても梅林とかちゃんと梅が見れる場所もしっかり用意されています。 かやっぱり小田原って梅ってイメージが強いからねだからそういうちょっと早いね春小春日和にね伺う形含めてそういう形見ていただくと最後温泉も入れて帰れるっていう形になればまあいい一日旅行だと思うんだよねぜひねそういう形でちょっとお足運びいただいて小田原ってこういう町であと小田原にもし移住したい。 小田原ってどんな町なのと思う方、ね、それは、えー、鎧塚ファームのすぐ近く一夜城の動画なんかもけて小田原の会社なんかしてる動画を僕は上げてますこれも合わせて見ていただいてそういう予備情報を入れて今言ったヒルトン早川鎧塚という形もう響きもいいねヒルトン早川鎧塚って響きいいねこれ三つ三角形トリプルアタックで,です、ね、もうこの形でぜひ小田原観光してみたらいいんじゃないかなと思います私のこの春のおすす私のののこ春おめです。 というわけで、この不動産噛み砕き解説シリーズは、小田原や不動産の難しい事柄、事象などを噛み砕いて解説します。ぜひチャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。さあね、3年連続投稿ギリギリまで、ね、あと2ヶ月、3ヶ月やってまいりました。 えー、ちょっとここまで来ておいて2分だけ事務報告がございます、えっと、当社第一ハウジングの事務所の営業でございますが当面の間令和5年の今1月でございます当面の間事務所に関しては営業はちょっとお休みをさせていただきます、えー、弊社湯川の体調不良もちょっとありまして、えー、ちょっとそういう形で1回事務所に関してはお休みをさせていただこうと思います。当然ね メール、電話、LINE などでですねお問い合わせをいただければ事務所の方を開けましていただいて皆様のご相談をお受けするという形になっておりますので、ね、その辺ぜひ、ね、お問い合わせをいただければと思いますちょっと皆様方に、ね、ご不便、ご迷惑かけるかもしれませんけどねぜひお許しをいただければと思います拓見師、愛原祐介でした